おい、なあ水星、なんであいつにだけ生き物がいいんだよ。同じ惑星だろ。わかんないよ。俺知ってるよ。おい、軌道から外れたら太陽にどやされるだろう。まあちょっとだし。とにかく地球に生き物がいるのは彼がコルディロックスゾーンにいるから。コルディ…何？ああ、それ知ってるよ。生存可能領域って言われてる軌道のことだよね。水が蒸発するほど熱くもないし、凍結するほど寒くもない場所だよ。なんで軌道の場所が大事なんだよ。言ってやれ、火星。君たちさ、日頃の僕の暑さと天王星の寒さ知ってる？ごめん、ああ知ってるよ。じゃあ教えて、僕たちと天王星の違いは何？またまたごめん。なんで笑うんだ？ごめん、何のネタかわかんないや。別にいいんだよ。もう天王星と何が違うのか教えてくれよ。僕たちは太陽に近い、だから暑いんだよ。ああ、だから太陽からの距離がちょうどいい場所にあれば命が生まれる可能性が高まるってこと。地球みたいにね。おい人間、こら核使うのやめろ。おいちょ、やめろ。俺まだ地球見たくなんなくていいかな。